こんにちは、速稼塾の久保です。安倍総理、嘘はね、やっぱりバレるんですよ。しかもね、身内からバレてますよ。ちょっと画面切り替えて見てみましょうか。今回バラしたのは二階幹事長で、うっかり言っちゃうんですよね、これね。二階幹事長ってちょっとね、いろいろと物覚えが悪くなってきたというふうな噂もあるんで、テレビのね、討論番組でついつい喋っちゃったんでしょうね、きっとね。こんな風に言ってます、どうぞ。はい、これはね、二階幹事長の写真ですけども、相変わらずぼんやりしてますけども、どうなんでしょうか。激論クロスファイヤーに出演した時の発言内容なんですけども、安倍晋三前首相が主催した桜を見る会の前夜祭をめぐる政治資金疑惑について、司会の田原総一郎氏が、安倍さんはもっと勝手にお金を使われたと言って怒っていいはずなどとコメントし、なんで安倍氏らが秘書らにあまり怒っていないのかと質問。そうですよね、安倍さんって秘書の方にもっともっと怒って告訴するぐらいの勢いかと思ったら、安倍さんあんまり怒んないですよね。そんなことだから秘書が不正をやるんだと思いますよ。というよりも安倍さんの指示やったんでしょ、これ。で、これに対して二階幹事長が言いました。安倍さんの方からそこから支払いなさいと言ったわけなんで、と述べ、安倍さんの指示によって秘書が支払いをしたということを認める発言をしました。いや、やっちゃいましたね。このような回答が飛び出てきたことに田原総一郎氏も驚いたようで、質問を聞き直す場面が確認されています。一連のやり取りはツイッターでも話題となり、安倍氏が直接関与していることを示す証拠だとして二階幹事長の発言は拡散されていましたということですね。あ、これ動画ありますね、ちょっと見てみましょうか。面白そうですね。はい、ということでございます。皆さんいかがだったですか。安倍総理は秘書が勝手にやったって言い張ってましたけども、二階幹事長はなぜかね、いや、安倍さんが秘書に指示を出したんだよって言ってますね。これどうするんですかね、こんなこと言っちゃって。安倍さんはもうね、こう嘘ばっかりついたのがもうバレているんですけども、二階幹事長がね、ついつい言ってしまったというね。いやー、敵はうちにありとはよく言ったもんです。安倍さん、もう観念して、わっぱがはまる時期じゃないですか、これは。まあ、必ずしもね、安倍さんにね、なんかね、有罪の判決が下りればいいとは思ってないんですけども、ここはちょっとね、もうやりすぎたんですよ、きっと、安倍さん。それから菅総理ね、もしかしたら菅総理と二階幹事長が組んで、安倍さんをもう政界に、もうね、総理にならないように、なんか防波堤を築いたのかなという気もしないでもないですけどね。まあ、どちらにしても安倍さん、ちょっと政治を私物化しすぎです。いや、清く正しい政治家でいてほしかったんですけども、嘘と欺瞞とね、なのに支持される、謎のカリスマがある安倍晋三総理の、まあ、今回のドジでございました。二階幹事長、全くね、国民に対してもあんまり役に立たないですけども、二階幹事長、身内に対してもなんかこんなことやってしまって、一体何なんですかね、二階幹事長ね。何をやってるんですかね。ということで、笑えない冗談が続きますね。来年はどうなっちゃうんでしょうか。安倍総理、やっぱりこれは起訴でしょうかね。